疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと今日のレースは振り返っていかがだったでしょうか。まあ、青野はね、すんなり先行になってしまったんで、ちょっと風道仕掛けにくかったのかなと思いますけど、まあ、一か八か行ってみれば面白かったんじゃないかなと思いますね。ちょっとお話ししたんですけど、ホームで行けばよかったかなと思ってたとは言ってました。うん、あそこちょっとね、まあ、行くのかなって俺も一瞬思ったんで、うん、あそこで行ってれば、まあ、まあ、おばだにちょっと抵抗されるかもしれないんですけど、まあ、後ろ吉田君がね、7番手からあそこまで行けてるんで、風道の足があればね、4番手からだったらスパーッと行ってたかもしれないかなと思います。まあ、これは分かんないけど、タラレバですから、まあ、行ってみれば面白かったんじゃないかなと思います。はい、吉田選手に行かれて苦しい位置になってしまったかなと思ったんですけど、すんごい伸びてましたね。最後ね、やっぱり道中足少しこう温存できた分、直線の伸びにつながったのかなと思いますね。まあ、そんなにね、状態がいいとは自分で思わないんですけど、今日はちょっと少し車は出たかなと思いますね。昨日は新田選手のホームのまくりでちょっと3着で終わってしまったんですけど、やっぱそこは状態あんまり良くなかったなと、今日はまたちょっと違う感覚。まあ、昨日のレースに関して言えば、レースの中でいろいろこうね、対応しなくちゃいけないことが 何個かあったんでね、普通のレースだと1個もしくは2個ぐらいだけど、新田の後ろの場合はそれが何個もあるんでね、しのがなくちゃいけない場面っていうのは、昨日は自分の中で少なく見積もっても4つしのがなきゃいけない場面があったんで、その分ちょっと足削られたのかなっていうふうに自分ではポジティブに分析してます。じゃあ仕事した結果、まあちょっと仕方ないかなと。そうですね、まあそんなとこかな。ちょっとあの持ち手に余裕があって、最後少しでかいの振り込んじゃったかなみたいなそんな感覚でしたね、昨日はね。ちょっともういけるかなと思って、そしたら最後100万積もられたみたいな2着になっちゃったよみたいな、そんな感覚でしたねなるほど。でもそんなに状態は良くないとしても、まあまあ、まあ、良くないまでは言ってないですけど、いいまではいいっていうふうには自分では感じないけど、そんなに悪くない、そこそここんなもんなのかなっていう感じですかね。これで去年は青龍賞まで行ってましたけど、今年は普通の三三じゃちょっと厳しいと思うんでね、まあ、二乗戦周りになるとは思うんですけど、まあ、しっかり目の前のレースに集中して走りたいなと思ってます。この開催期間は何かありました？いよいよ進展なんか。この開催中はまあ特にないかな。はい、はい、うん、まあだらっと過ごしてます。はい、でここからまた気合い入れて、はい、準決決勝へと。そうですね、あ、昨日ねスーツケースをいろいろ整理してたら、はい、ルミプロのね、はい、シュハリの麻雀が出てきたんで出てきたシュハリの麻雀が出てきたまあ一度読んだやつをこうスーツケースに入れといて、まあ後から読み返したりとかするんですけど、はいはい、ルミプロのシュハリの麻雀出てきたんで、まあ、競輪もねやっぱりシュハリっていうのは本当大切だと思うんでね、もう一度読み直そうかなと思ってます。では最後に意気込みをよろしくお願いします。限界気のせいだよ。